それでは勝ちましたジャイアンツ阿部監督です。ジャイアンツが来るのを楽しみにしていた北陸のファンの前で2連勝いかがですか？いやもう、素晴らしい2連勝だったと思います。はい、今日の試合ですが、まずは先発の堀田が6回無失点、見事に試合作りましたね。そうですね、最後の方ちょっと球数が、ね、増えてくると、のらりくらりだったんですけど、それまでは、ね、しっかりと、バッターと勝負もできてましたし、自分のピッチングができてたのかなとは思います。はい、また今日はその後のリリーフ陣のピッチング、そして内野の守備の好プレーも見られたと思いますが、その守備陣いかがでしょうか？いや本当に、ね、いつも、ピッチャーも、ね、助けられていると思いますし、すごくそうだな、投げてても、ね、多分守ってくれてるって思って、ね、多分心強くピッチャーは投げてるんじゃないかなと思います。はい、そして打撃面も振り返っていただきたいんですが、まずは初回の坂本のタイムリー大きかったですね。そうですね、やっぱり先制するっていうのは大事なことなんでね、岡本がいい形でつないで、で返すっていうね、多分なかなか岡本を避けられてね、なんとかしなきゃっていうね、そういうのが結果として結びついてなかったと思うんですけど、すごい数のヒット打ってる人ですから、ね。そして、中押し、さらには今日はスタメンではなかった丸があそこでツーランホームランが出ました。いかがですか？そうですね、すごい集中力で、ね、さすがだなと思って見てましたし、非常に大きな、ね、ツーランだったと思いますし、本当ね、代打で打つってね、すごくやっぱ僕も分かりますけど、なかなか並大抵のことじゃないので、本人もね、やや下降気味なように見えたんですけど、そんなことないなと思って、はい。そしてこの2連勝で4カード連続の勝ち越し、さらには今シーズン貯金最多の5となりました。1日休みを挟んでから今度はマツダスタジアムの3連戦が控えています。この3連戦に向けての意気込みもお願いします。いや本当ね、みんなの頑張りでこうやってね、勝ち越せてますんで、なんとかね、いつも鬼門だって言われてるんでね、鬼門っぽくやれればいいかなと思います。はい、勝ちました阿部監督でした。ありがとうございました。